はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、今日やっていくのが奉行ということですね。奉行はちょっと役職として町奉行とはちょっと違っています。町奉行っていうのは国民に対してどういうふうなことをやりますかっていうところは、まあ大きな要するに名目だったんですけど、この奉行っていうのは役所として今いろいろちょっと違うということですね。山田、日光、長崎で考えると分かりやすいんですけど、外国との玄関口であるので普通の役所の手続きじゃないですね。外国人とやり取りしなきゃいけないですよというふうになるので、ちょっと経路が変わってきますよということになります。ではこの奉行について、山田、日光、長崎、佐渡というところで、まあ佐渡だけやらないですけど、一個一個見ていきましょう。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。